GT250 はフロントロー4台中3台がプライベートという波乱の予感。ポールポジション A 級ルーキーの加藤大二郎 RSR、 予選2番手は RS の藤原克明、ホンダ NSR 宇川徹は3番手、フロントロー4番手は TZ の椿博士、アプリリアの宮崎治は予選5番手、ラッキーストライク鈴木の沼田則康は6番手、2列目スタート。今季好調の森金正明は7番手、ヤマハ TZ 羽賀健介は8番手、 NSR での初レース引田貞則は9番手3列目。予選10位ヤマハ TZ 難波恭司、 A 級ルーキー TZ の前田誠司は予選11番手。 GP250 決勝スタート、周回数19周。宇川を抑えて真っ先に1コーナーに飛び込んだのは39番加藤大二郎、早くも2コーナーで5台がクラッシュ、注目の前田誠司もこれに巻き込まれリタイア。トップ加藤、2位宇川、2列目スタートの沼田則康は3位、18番藤原克明は4位、以下ナンバー羽賀の TZ、 椿森金引田と続く。NSR そしてチャンピオンの意地にかけて負けられない宇川は一瞬終わりのストレートで加藤をパス、宇川、加藤、沼田の3台がトップグループを形成。序盤の展開は前回鈴鹿と同様ながら、沼田のペースは思うように上がらず次第にトップ2台に離されていく。5周目の1コーナーで加藤が宇川をパス、2人の1コーナーでの順位の入れ替えはこの後数週にわたって繰り返される。一方予選2番手からスタートした藤原はトップグループに追いつくと6周目には沼田を捉え3位に浮上、レース中盤になると加藤、藤原がトップの宇川を猛然とプッシュ。プレッシャーを受けたチャンピオン宇川はライディングに焦りさえ見せ始め、13周目の1コーナーでは加藤に、2コーナーでは藤原にかわされ3位に後退。単独4位は沼田、5位アプリリアの宮崎、6位にはヤマハ TZ 難波と続く。宇川をかわした加藤と藤原はペースアップ、2台の RS が NSR を引き離していく。沼田は宮崎と4位争い。レースも終盤になるとトップの加藤は自らの予選タイムを上回るペースでラストスパート。九州選手権で3クラスのタイトルを取り、今年 A 級に特別昇格、開幕戦鈴鹿では転倒リタイアを喫したが、ここ峰では初優勝目前、迎えたファイナルラップ、加藤の初優勝を誰もが確信した矢先、1コーナーでまさかの転倒。これを見た宇川は前を行く藤原に猛然とアタック、第2ヘアピンで藤原をかわしトップに立つと、そのままチェッカー。宇川はくしくも開幕2連勝をマーク、 RS の藤原は A 級2連目にして初の表彰台に、終盤宮崎とのバトルを制した沼田は3位となる。結果的に優勝したものの、プライベートの台頭著しかったこのレース、ディフェンディングチャンピオン宇川の心中は。そうです、本当情けないですね。序盤はねずっとバトルしてたんですけど、ちょっと後半ね自分のミスでね離されちゃって、まあ、最終的には加藤君転んでね田中さんで優勝できたんでね、まあ、あんまりね本当メカニック一生懸命やってくれたんですけどね、まあ、とりあえず優勝できたんでそれに応えられたんで、まあ、次回にね勉強したことたくさんあるんで、まあ、これをマネにしてもっと次の GP にはねまでにはねどんどん練習してこんなことはないよ頑張りたいと思います。そうですね、結構前半戦加藤君加藤さんが速くてそれ一生懸命ついてました。最終ラップやられましたけど時間があるんです。どうもありがとうございました。これからも頑張ります。実質今日は5位ですからね、やっぱ厳しく自分にはきます。セッティングの方向性をつかむのももっとシーズンね入ってすぐに、週末か週入ったらねすぐに決められるような
ふうにして万全で挑みたいと思います。開幕2連勝の宇川ランキングトップを行くも、加藤藤原らのプライベート勢が台頭し、ワークスの絶対優位とは言えない今シーズン GP250 は混戦必至。